こんにちは、グレイです。さて本日はおうち好きの方必見の内容となっておりまして、巣ごもりアイテムのご紹介をしていきたいと思います。今からお家で過ごす時間がとっても増えてくると思います。なので様々なタイプ別でおすすめのホームウェアをご紹介したいと思いますので、ぜひ本日も最後までご視聴いただけたらと思います。3つのタイプに今回は分けたんですけれども、全てが暖かさ重視でコーディネートを組んでご紹介していきたいと思います。でまず1つ目は、お家の中でもおしゃれを楽しみたい個性派さんタイプのアイテム。そして2つ目は着心地重視でリラックスしてきたいんですけれどもカジュアルなアイテムがいい方。そして3つ目は、こちらも同じく着心地重視のアイテムなんですけれども、ラグジュアリーできれいめなものがお好きな方におすすめのアイテムをご紹介したいと思います。そして最後4つ目にですね、こちらを1点投入してもらうだけでおうち時間のランクが1ランク上がるんではないかなという小物をご紹介したいと思います。それでは今から早速着替えていきたいと思います。はい、それではまず1つ目の個性派さんタイプにおすすめのおうち着です。こちら上下ともに R&DM.Co から出ている、リラックスして着れるアイテムなんですけれども、まずこちらのトップスはやはり日常の中で一番使うことが多いんではないでしょうか。コットンの薄手のロングスリーブシャツになっています。ここはフロッキープリントになっているんですけども、シャツ自体はとっても薄手で着心地のいいシャツです。下に着ているのは、おうち着でやっぱり皆さんが多く選んでいらっしゃるアイテムがスウェットだと思うんですけれども、中でもこのスウェットのポイントはこの鮮やかなブルーのお色味と、このシャツ同様なんと後ろのここにスポーツディクショナリーというロゴが入っております。日常の中で、より多く着るアイテムであればシンプルな方が間違いはないとは思うんですけれども、こういった目につくようなロゴだったりお色味っていうものが加わるだけで、だいぶ華やいでおうち時間も楽しくなるんではないかなと思いますので、個性派重視や可愛さ重視の方、こういったアイテムを取り入れてみられるのはいかがでしょうか。はい、ということで続いてのアイテムに着替えていきたいと思います。はい、続きましては着心地重視かつカジュアルなアイテムがお好きな方におすすめのおうち着です。チョイスしたのはこちらの TSS のフリースのドレスになります。これは本当に優秀アイテムで、フリースアイテム自体がスウェットに次いで多くの方に愛されていて親しみやすいアイテムかとは思うんですけれども、このドレスはゆったりとした身幅、そして程よい着丈、そして私が一番伝えたいのは首元が程よく詰まってるんですね。下がゆったりしている分、首周りが少し詰まり気味の方が綺麗にまとまりやすいですので、これはとっても大事なポイントかと思います。表はこんな感じで毛足があるような表面、そして裏はとってもしっとりとした気持ちのいいニット地になっています。なので着心地に加えて肌当たりも本当にいいですので、こういうアイテムに良ければ今合わせているような薄手のレギンスなんか合わせてもらってゆったり過ごしてもらうのがいいのではないかなと思います。ちなみに合わせているこのレギンスは R&DM.Co のシングルガーゼのシリーズになっているんですけれども、私このガーゼ生地のアイテム持っているんですが、しかもセットアップで持っているんですけども、本当に極上の気持ちよさなので、ぜひこの2つの組み合わせで過ごしてもらえたらとってもおうち時間の質が上がるんではないかなと思います。それでは続いても着替えていきたいと思います。はい、続きましては着心地重視だけれどもきれいめかつちょっとラグジュアリーな雰囲気がお好きな方におすすめのアイテムをご紹介したいと思います。一番お伝えしたいのは中に着ているガーデンズ・オブ・パラダイスのスカーレットというリネン 100% のロングシャツになります。なぜこれがおすすめかというと、一応これは春夏のアイテムになっていて、皆さんも冬にリネン 100% って思われるかと思うんですが、お家の中って何かと今私が合わせているようにパーカーだったりカーディガンだったりっていうものを着て過ごされる方って結構多いと思うんですね。なのでそういうアイテムにこういったリネン 100% のアイテムを合わせてもらうことで蒸れ防止だったりより健やかに過ごしていただけると思いますので、そしてこのアイテムは一応リラクシングウェアとして展開されているので、そういうホームウェアとしての着方もバッチリ合っているようなアイテムになります。もうこれはリネン 100% で生地感も程いいので、このままパジャマとして寝れるぐらいにとっても上質です。そして丈感も程いいので足さばきもよく家事をする面でも非常に便利だと思いますので、是非1点投入してみられてはいかがかなというようなアイテムになっています。この上に着ている R&DM.Co のローブもとってもおすすめしていて、これは圧縮ニットになっているんですが薄手なんですけどとてもあったかいんですよ。そしてすごく軽くて、私とっても寒がりなんですけれども、そんな人におすすめなこの首元までカバーできるゆったりとした生地が本当にありがたいんです。結構これが活躍してくれます。このように垂らしてもいいですが、ちょっと外出る時なんかは前でまとめてこうブローチで留めたりとか、またここの間にマフラーなんかを差し込んだりとかしてしっかりカバーして過ごすこともできますので、とってもおすすめしています。はい、ということで、以上3つがおうち時間をとっても楽しくしてくれるおすすめのホームウェアのご紹介でした。それでは最後に、お家の中で過ごす上で大切なのはお洋服だけではなくって、気持ちを高めてくれる小物というものもありますので、そちらのご紹介をしていきたいと思います。はい、それでは最後におうち時間の質を上げてくれる小物のご紹介をしていきたいと思います。まず1個目、 R&DM.Co の定番アイテムであるガラボーソックス、これが本当におすすめです。どれだけお家の中だとしても、やはり足元はですね、温めるのが一番大切だと思いますので、このロングのタイプのガラボーソックスを本当におすすめしています。私個人も本当にとっても愛用していて、冬場はこれがないと全然ダメですっていうぐらいすごく使ってます。で、履き心地もとってもいいですし、長さもあるのでしっかり足首カバーしてくれるのと、この足裏のブランドロゴとここサイズなんですけど、これが滑り止めになるので、これもまた足裏がちらっと見えた時に可愛いポイントなのでおすすめです。続きましては、最近クレイに登場しましたこちらの渡辺テキスタイルのアルパカウールブランケットになります。本当にマルチに使えるアイテムで、162センチの私でもすっぽり覆えるぐらいの大きさがありますので、寝具としてもいけますし、また結構コンパクトにですね、綺麗にまとまるので、肩掛け、首に巻くってこともできますし、もちろんソファーや、テレビを見たり家族で団らんする時に膝掛けとしてもとってもおすすめです。もうこれはむしろ、もし買われたら絶対に取り合いになるぐらい気持ちがいいので、こちらもおすすめです。はい、では最後、こちらのアルディのピローケースになります。やっぱり睡眠がとっても大事だと思います。で、こちらはリネン 100% のピローケースになっているんですが、アルディの中でも一番売れ筋のアイテムになっています。冬でも汗はかきますので、そういった寝心地のケアっていうところもリネンはしっかりカバーしてくれますので、是非冬の間も健やかに睡眠の質を上げるべく、こういったアイテムもおすすめかなと思います。このピローケースもそうですし、ブランケットも色展開あります。靴下はこちらの2色ヘザーグレーとナチュラルになるんですけれども、是非皆さんのお好みでこうちょっと妄想しながら選んでいただけたらとっても嬉しいなと思います。それでは本日はお家がとっても好きな方、そしてこれからおうち時間をどうしようかなって思っていらっしゃる方にとってもおすすめの巣ごもりアイテムをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。皆さんのこの冬の間のおうち時間が少しでも楽しいものになったらとっても嬉しいなと思います。今日ご紹介したアイテムは全て下の概要欄の方に記入してありますので、気になるものございましたらオンラインショップの方に行って見てみてください。そして今日の動画が少しでも良かったよ、参考になったよと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンしていただけたらとっても嬉しいです。はい、それでは本日も長らく最後までご視聴いただきましてありがとうございました。